ミレイ韓国語学院の前田忠彦です今日はお母さん方にお話ししたくてこの動画を撮っていますミレイでは11月の14日から無料で中学生、高校生、大学生のための韓国語講座を実施します皆さんのお子さんに一度お勧めしていただきたくて動画を撮っています韓国語っていうのは大変勉強しやすいですねそれはもう皆さんが体験しているように外国語学習の楽しさ あるいは自主的に勉強するっていうことの楽しさを皆さんがまず味わったんじゃないでしょうか。韓国語は語順が同じですから勉強がしやすいそしてちょっとね一生懸命やると中初級のね真ん中ぐらいまではスイスイっといくんですよね。そして勉強すればするだけドラマの中のセリフが聞き取れるようになったり旅行に行った時に分かることがねどんどん増えていくんですよね。これが楽しい そしてドラマの背景を知りたくなったりいろんなね広がりが見えてくるで韓国人のその情に触れて日本にはないようなね何かすごい情熱とか温かさっていうものに触れると本当にね夢中になって勉強をするようになるんですよねこういう体験を中学生高校生大学生の時期にやればもっと上達が早いでしょうし将来のいろんな展望につながったのではないかそういうふうに思われるのではないでしょうかそれを お子さんんににあるいいは周辺の方に紹介して欲してですスマートフォンで簡単につながるようになりました。今までは学校の勉強以外に何かを学ぶっていうことがそもそもそういう発想がなかったんですよね。ところが今は自宅でスマートフォンで簡単につながりますから土曜日の夜7時から初級これはもうハングルの読み方から基礎の基礎入門からやっていきます。そして 8時からは中級これはある程度できる傾きなんですけども自宅で韓国語が学べるそしてそれもね片言でこうできたらいいとかねそういうつまみ食いをするようなそんな勉強じゃなくてしっかりと真面目に基本から積み重ねていく学習をしますですから5回で無料は終わりなんですけどももっと発展的にやりたい人にはそのまま続けて受講していただきますこちら有料になりますけども さらには未来の普通のレギュラーの授業にも混じっていただけますので、こう広がり、本格的に学んでいく、そういう、ね、きっかけになると思います。学校の授業の妨げにならないように、もうその授業の中でたくさん活動してもらって、そして授業の中でも発音から書いてもらう、もういろんな活動をして学んでもらおうと思います。ただ、講義を聞いてメモをしてっていう、そんな授業じゃないんですね。たくさん活動します。 そしてもっと勉強したい人のためにはちゃんと PDF のプリントもつけますので勉強したい人には勉強できる材料も準備します。トピックの韓国語能力試験の3級ないし4級に合格すると韓国の大学に直で入学できるんですね学部に入学できるだからそういう語学堂に属さなくてもいきなり直で入るっていうそういうシステムがありますので トピックの3級ないし4級を目標に学習をするというね中学生、高校生が増えています。実際私が担当している中学校2年生の女の子も、韓国に留学したいっていうそんな夢を持っているんですね。でそのことの雑談の中でね、英語が不得意だって言ってたんですけども、私はね、韓国に留学したらもう向こうの学生、あるいは他の国から来ている学生と英語で話さないといけないから、英語が不得意なんていう、そんなこと言ってる場合じゃないですよ 英語をガンガン勉強しないとダメですよって言ったらね、本当にね、目の色が変わってね、今英語夢中になってやってるんですよ。だから学校の授業の妨げになるところが起爆剤になるんですよね。自分がやりたいことが見つかって、やりたいイメージ、自分のイメージがはっきりすると、 韓国のキャンパスで韓国人とあるいは外国からの留学生と楽しげに英語で会話しているあるいは韓国語で会話している自分の姿が思い描けるともう学校の勉強をねグイグイ楽しくってぐいぐいやっていくって、そんな世界になっていくんだろうと思います学校の授業ってどうしてもねこう閉ざされた狭い世界のそしてあまり将来の展望がね えー、具体的に持ちにくいかもしれないんですけども、韓国語を勉強し始めると、その辺がね、こうパッと開けてくる、そんな感じがしますね。実際に私が教えた高校生の中でも、イファイオで理科女子大の新聞学科に直で入学した受講生がいます。推薦状は、ね、私が書いたんですだから実績もありますので、えー、無料の5回の講座、一度お母さんの方から、えー、自分のお子さんに勧めてみませんか ハングルの読み方全く知らなくて構いませんので、えー、無料で5回で終わっていただいても結構ですのでぜひいらしてください外国語を学ぶ楽しさを知っているお母さんだからこそ説得力のある説明ができるんじゃないでしょうか皆さんねお子さんはねお母さんの一生懸命やってる姿を横目ででもちゃんと見てますからねそういうプラスの影響を与える発揮するいいチャンスではないでしょうか お子さんにとっても、将来の展望がね、パッと開ける。そんないいきっかけになるというふうに私は考えています。お子さんに勧めていただいて、そして将来は。まあ、コロナが収束すれば、親子で韓国旅行とかね。素敵じゃないですか。